こんにちは。今回も始まりました NBA 選手名鑑。今回特集するのはカール・アンソニー・タウンズです。 NBA1 年目から活躍し、今後も期待されるタウンズですが、今回はそんな彼のこれまでの経歴などについて解説していきたいと思います。幼少期、カール・アンソニー・タウンズは1995年11月15日にアフリカ系アメリカ人の父カール・タウンズ・シニアとドミニカ共和国の民族である母ジャクリーン・クルスの息子としてニュージャージー州ピスカタウェイで生まれました。彼の父はモンマス大学でバスケットボールをし、ピスカタウェイ工業高校でもバスケットボールを指導していました。そのためタウンズは幼少期からプロのバスケットボール選手になる目標を持っていました。小学5年生の時、身長は190センチを超え、学校では机と椅子が小さすぎて大人用のものを用意してもらっていたといいます。その頃からタウンズは学校の図書館へ行ってシャキール・オニールやヤオミンの本を借り、自分と同じように子供の頃から背が高かった彼らがどう過ごしていたかに興味を持っていました。小学校8年生の頃にはタウンズの身長は203センチまで伸びていました。青年期、タウンズは中学から頭角を現し、高校から推薦でセントジョセフ高校に進学。2012年にはチームを州大会に導き、 ESPN25 全国高校生ランキングでトップに選出されました。2013年と2014年にはチームを州大会優勝に導きました。さらに16歳で彼はドミニカ共和国のバスケットボール国家代表チームでプレーしました。2011年 FIBA アメリカ選手権で3位、2012年 FIBA 男子世界オリンピック予選大会で4位に輝きました。高校生として最後のシーズンでは平均 20.9 得点、 13.4 リバウンド、 6.2 ブロックを記録。ゲータレードプレイヤーオブザイヤーにも指名されています。そして彼はドミニカ共和国代表チームでヘッドコーチもしていたジョン・カリバリコーチのもと、ケンタッキー大学でプレーすると発表しました。大学、ケンタッキー大学は各プレイヤーの出場時間に制限を設ける独自のシステム、プラトンシステムを採用しており、その制限された出場時間の1試合平均 21.1 分の中でタウンズは 10.3 得点、 6.7 リバウンドの成績を残しました。 NCAA トーナメントでも活躍を見せ、1年目から NBA で注目の的でした。2015年に彼は大学1年生ながら NBA へアーリーエントリーをしました。 NBA タウンズは2015年のドラフトで全体1位指名でミネソタ・ティンバーウルブスに指名されました。2015年7月7日にルーキースケールで契約しました。10月28日にロサンゼルス・レイカーズとのシーズン開幕戦で NBA デビューを果たし、スターターとして14ポイントと12リバウンドを記録しました。最初の13ゲームで彼は平均 16.0 得点と 10.4 リバウンドを記録、11月のルーキー・オブ・ザ・マンスを獲得しました。2016年1月29日にはタウンズはユタ・ジャズとの戦いで32点と12リバウンドを記録し、2008年に記録したケビン・デュラント以来、ゲームで30点と10リバウンドを持つ最年少プレイヤーになりました。2月10日にもキャリアハイの35得点を記録しました。2016年 NBA オールスターウィークエンドスキルチャレンジにも出場、センター登録の選手としては異例の優勝を成し遂げました。最終的に2015-2016年シーズンは平均 18.3 得点、 10.4 リバウンドと全ルーキーでトップの成績を記録し、満票で新人王を受賞しました。2016-2017年シーズンには2016年11月30日のニューヨークニックス戦でも47得点18リバウンドを記録、2016年12月28日のデンバーナゲッツ戦では15得点11リバウンド10アシストを記録し、自身初のトリプルダブルを達成しました。2017年3月8日、彼はロサンゼルスクリッパーズ戦で29得点14リバウンドを記録、タウンズ自身通算100勝目でダブルダブルを獲得し、リーグ史上2番目に若い選手としてドワイト・ハワードに次いでその記録を達成しました。最終的にそのシーズンは平均 25.1 得点、 12.3 リバウンドを記録し、リーグ史上最も若い25得点10リバウンド以上のプレイヤーとなり、ティム・ダンカン以来15年ぶり史上15人目となるシーズン2000得点1000リバウンドを達成しました。
2017-2018 年シーズンには2017年11月15日、22歳となったタウンズは12連敗していたスパーズから勝利を手にし、その試合に26得点16リバウンドを記録しました。2018年2月18日に行われた NBA オールスターゲームに出場。2018年3月28日に行われたアトランタホークス戦で自己最高かつフランチャイズ記録の56得点15リバウンドを記録しました。タウンズはその年 NBA トップのシーズン通算68ダブルダブルでシーズンを終え、シーズン平均 21.3 得点 12.3 リバウンドを記録しました。2018-2019 年シーズンには開幕前の2018年9月にティンバーウルブスと2024年までの5年総額1億9000万ドルで契約延長しました。2019年1月12日のニューオーリンズペリカンズ戦で自己最多の27リバウンドを記録し、このシーズンは77試合で平均 33.1 分に出場し、 24.4 得点 12.4 リバウンド 3.4 アシスト 0.9 スティール 1.6 ブロックの成績を残しました。事故。2019年2月21日に九死に一生の交通事故をタウンズは起こしました。タウンズがチームの飛行機に乗るためにウルブスのトレーナーが運転する SUV で空港へ向かっていました。その車が急ブレーキを余儀なくされ、しかし後続のトラックはブレーキが間に合わず衝突されました。タウンズはその事故で脳震盪の可能性もあると言われていましたが、なんとか軽傷で済みました。助かる確率は 5% だったと自身で言っており、そのうち軽傷で済んだのは 1% の確率だったと言います。なぜ助かったのかと聞かれると、彼はシートベルトをしていたからと言います。1年目から続いていた連続先発出場試合数は303で止まりましたが、2試合休んだ後の2月25日の復帰戦でタウンズは34得点21リバウンドの大活躍を見せました。性格。タウンズは昔から気持ちを表に出すタイプではなかったと言います。高校の頃はフラストレーションを他人にぶつけないために試合中に独り言をする癖がありました。独り言でフラストレーションをぶつける相手は想像上の分身カリーと、いつもタウンズの肩の上にいると言います。そうすることで今でもバランスをとっているようです。父親はタウンズのそのような性格に懸念し、名門のケンタッキー大に入学が決まった時にはジョン・カリバリヘッドコーチに厳しく指導してくれと伝えたのだと言います。実際カリバリヘッドコーチもタウンズの優しすぎる一面を見抜き、他の選手よりも強い言葉で叱咤激励していたと言います。そんな彼ですが、性格はドミニカ出身の母親から引き継いだ明るい性格です。目立つことも嫌いではなく、チームの一員として裏方に回ることも嫌がることはないと言われています。好奇心。タウンズは昔から新しいことを学ぶことが好きだったと言います。スポーツもバスケットボールだけでなく野球に打ち込んだ時期もありました。ゴルフも独学で学び、ピアノも弾けます。さらに高校時代から勉強も好きで、普通4年かかるところを3年間で卒業資格を取りました。また母親も看護師をしているところから医者になりたいとの夢が生まれ、ケンタッキー大学もバスケ以外に運動生理学を学べるというところからも進学しました。 NBA に入ってもタウンズはオンラインコースに登録し学位を取得することを予定しており、バスケットボールのキャリアを終えたら医者になるのは目標とのことです。バッシュ。タウンズのバッシュがとてもユニークだということで話題になることもしばしばあります。例えばハロウィン仕様のバッシュやクリスマスバージョンのバッシュ、ドラゴンボールのバッシュなど、どれもナイキのロゴをうまく使ったデザインになっています。社会貢献。タウンズは感謝祭の朝のミネアポリスでの炊き出しに1万ドルを寄付しました。実際に自分も参加しホームレスの人たちに提供しました。またティンバーウルブズの球団社長も長年務めたフリップ・ソンダーズが悪性リンパ腫で死去。それをきっかけにタウンズは悪性リンパ腫協会と提携。悪性リンパ腫の治療法のさらなる発展のためにタウンズは寄付などをして協力しています。いかがでしたか？タウンズにさらに期待したくなりますね。いつもいいね、コメントありがとうございます。
Stay, 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 stay